視聴者の皆さんこんにちは。本日も非常識な自己中一致がとんでも行動をしたスレを2本紹介。今回はどっちが本物の気違いなんでしょうか。まずは1本目。視聴者の皆様、こんにちは。今回は冷蔵庫に入っていた賞味期限切れのチーズを食べたら夫に激怒された。と嘆く一致のお話です。それでは早速、ご覧ください。皆さん、聞いてください。私の夫って、本当にケチなんです。賞味期限が切れそうなチーズを食べたら、感謝されるどころがガチ切れされてしまいました。意味がわからないんですけど。賞味期限切れのチーズ？よく食べれたね。お腹大丈夫？旦那さんはきっと、一致の体を心配して怒ってくれたんだよ。違います。そんなんじゃありません。なんというか、すごく食べ物に執着があるんです。私の夫。怒り方も俺の大事なチーズを、ですよ。腐りかけのチーズまで自分で食べようとしているんですよ。私の夫。ちょっと、尋常じゃないですよね。カウンセリング受けさせた方がいいですか？なんだか、いろいろ気になるね。一致の旦那さん。前からそうなの？結婚してから徐々に食べ物に対してすごく執着するようになりました。本当に困っています。どうしたらいいですか？まずはいろいろ整理したいから、今までのことを話してよ。わかりました。私は38歳の専業主婦です。一軒家で夫と二人暮らししています。娘が一人いますが、去年、大学の寮に入りました。夫は5つ年上で、輸入食品を扱う会社に勤務中。近々独立を考えているようで、休みの日も書斎にこもってその準備に追われています。せっかく娘が独立して、子育てが一段落したのに、夫は忙しそうで寂しいです。犬でも飼おうかなって思ってます。娘38歳なんだ。じゃあ、一致が20歳の時の子供？そうです。授かり婚です。短大の時のアルバイト先で夫と出会いました。在学中に妊娠がわかり、卒業と同時に結婚しました。それからは子育て家事のために専業主婦をしています。学生時代のアルバイト以来、働いていません。専業主婦も立派な仕事だよ。毎日の献立を考えるだけですごい。旦那さん、輸入食品の会社に勤めているし、美味しいものが食卓にたくさん並んでそう、いいなぁ。確かに、毎日の献立を考えるのは大変でしたね。今は食事は夫担当ですけど、当時は献立を考えるのが苦手でした。あ、旦那さんが料理担当なんだ。子供が独立して夫婦二人きりになったらそういうのも楽しいだろうね。いいえ、もうかれこれ15年くらい、夫が料理担当です。え？そうなの？旦那さん、料理が好きなの？いいえ、別に好きではないようです。でも、私を一切キッチンに立たせてくれないんです。そうか、その時から夫はおかしかったのかも。今気がつきました。娘が3歳になった頃から、夫の食べ物に対する執着が出てきました。最初は食品系の仕事だから、こだわりが強いのかなって思ってましたが、私が食べるメニューにまで文句をつけてきたんです。まあ、私は料理は得意な方じゃないし、娘にだけ栄養あるものを食べさせればいいと思っていました。自分の食事なんて後回しで、お腹に溜まればいいって思うのはおかしいですか？世のお母さんなんてみんなそんなもんだよ。旦那さんってグルメなんだね。一致の食事の管理までしてくるんだ。ちょっと窮屈だよね。そうなんです。本当に窮屈なんです。冷蔵庫にあるもの以外食べちゃダメ。自分で調理するのもダメってちょっと異常じゃないですか？それでも私も人間ですから、たまに夫の言いつけを守らないで、他のものを食べたりしました。その時はすごく怒るんです。それからは、夫は冷蔵庫の中に余計なものを入れない徹底ぶりです。これってモラハラかなって思っていろいろ調べたんですけど、でも当てはまらないんです。家での食事以外ではとても優しい人なので、外食の時は食べ放題に連れて行ってくれて、好きなだけ食べさせてくれます。あくまでも家での食事だけがうるさいんです。もう夫が何を考えているのかわからない。不思議な旦那さんだね。家での食事だけにうるさいんだ。食材の買い出しはどっちがしているの？夫です。買い出しにも関与させてもらえません。他の日用品の買い出しは私です。その中に食材が入っていると怒ります。私が自由に使えるお金は毎月5万円のお小遣い。その中から自分の好きなお菓子を買っても怒られません。昼間、冷蔵庫を開けると私のお昼とおやつと必要最低限の飲み物だけです。旦那さん、仕事しているのに、食材の買い出し毎日しているの？大変だね。でも一致のお小遣いの中では自由に何を食べても怒られないんでしょ？専業主婦に5万円はかなり恵まれていると思う。
でも、その5万円も8割は私のおやつ代で消えてしまうんです。4万円もおやつ代に消えちゃうの？私すごく食いしん坊なので、それで話が戻るんですけど、この前、冷蔵庫を開けたらカビたチーズが入っていたんです。すごくお腹が空いていたので、賞味期限が切れているし、大丈夫だよねって思ってちょっとかじったんです。そしたら、すごく美味しくて、止まらずに全部食べてしまったんです。でも賞味期限が切れてて、カビてたし、どうせ捨てちゃうものでしょ？それなのに、帰宅した夫にすごく怒られて、離婚って言葉が出てきたんです。ちょっと大げさすぎません。若干引いています、私。ねえ、まさかそのチーズって、ブルーチーズ？あ、はい、そうです。ブルーチーズだったみたいです。初めて食べましたが、意外と美味しいんですね。最初臭みがあったんですけど、近くにあった蜂蜜をかけたら美味しかったんです。夫にはこれは貴重なチーズでやっと入手できたんだぞ、蜂蜜もだ、って激切れされました。ブルーチーズって高いものは高いからね。でも旦那さんにも非があるような。食べられたくなければ隠せばいいのに。隠してありましたよ。リビングの冷蔵庫でなくて、夫の書斎にある小さい冷蔵庫に入っていたんです。そのことも怒られました。勝手に人の部屋に入って物色するなんてって、あまりにもうるさいから、言い返しましたよ。チーズぐらいまた買えばいいでしょって。でも、そのチーズって、海外から取り寄せたもので、数量限定なんですって。だから今年はもう手に入らないって言われました。そのチーズ、夫が今度上司の方を家に呼び、もてなすために購入したんです。夫が何やら書斎に持ち込んでいるので、聞いたらそう言われました。え？旦那さんが大事なチーズを買ったの知ってて食べたの？だって、気になったから。その上司の人、夫の独立を手伝ってくれるそうで、夫はすごく気合を入れていました。だから、妻として何か役に立てることはないかなって思って、書斎に夫がいない時に入ったんです。基本夫は書斎に入れてくれませんが、なんか気になったので、そしたら書斎の冷蔵庫にカビたチーズがあったから、こんなの大事なお客さんに出せないって思ったんです。最初はすぐに捨てようと思ったんですが、もったいないから一口食べたら激うまでした。それで全部食べてしまったんです。夫に後から聞いて、あれがブルーチーズだと知りました。何にせよ、そのチーズは旦那さんにとって大事なチーズでしょ？それを勝手に食べてしまうなんて。旦那さんがおかしいと思ってたけど、イッチの方がおかしいのかもしれないって思えてきた。イッチは専業主婦なのに料理をさせてもらえない。しかも食べるものも旦那さんに制限されていると。なんでそんな風になったの？きっかけは？先ほども話しましたが、娘が3歳になるまでは、私が料理も担当してました。買い出しも私がしてました。夫から毎月生活費を20万渡されて、食費、日用品、水道光熱費などをやりくりするのが私の仕事でした。住居費や携帯代は夫の口座から引き落とされているので、ノーカウントです。でも、半月で渡された生活費を使い切ってしまうんです。半月で生活費20万も使っちゃうの？はい、原因は明らかでした。食費の割合が高いんです。そこで、夫が料理担当することになり、食材調達も夫がするようになりました。でもそれがどんどんエスカレートして、私が食べるものを監視するようになりました。君は冷蔵庫にあるものや備蓄品をあればあるだけ食べてしまうから、制御が効かないから仕方ないって言われました。あればあるだけ食べちゃうの？はい、私ってすごく食いしん坊なんです。ブラックホールの胃袋を持っているんです。しかもどれだけ食べても太らないっていう得意体質を兼ね備えた逸材なんですよ。夫が日々の食事の準備を楽にするために、作り置きをしていても、昼間に全部食べてしまうんです。だってすごく美味しいから、食べることが大好きで、生きがいなんです。専業主婦なんで、家にいてもやることないし、食べることが唯一の楽しみなんです。じゃあ、パートに出たら？そしたら暇じゃなくなるよ。実は過去に2週間だけパートしました。ビルの清掃の仕事です。その職場、社員食堂がビュッフェ形式なんですけど、時間が許す限り食べ続けたんです。そしたら総務の人にすごく注意を受けてしまいました。私のせいで、後から社員食堂に来た社員の人たちの分がないって。一応、そこからは注意して食事をしていたんですが、あまり改善が見られなくて、使用期間の2週間でクビになりました。イッチはすぐにお腹が空いちゃうの？別にそういうわけではないです。ただ、目の前に食べ物があると衝動が抑えられないんです。家族で行くバイキングは平気だったの？その時は、夫が私の分を持ってきてくれたのでそれを食べていました。娘が小さい時は、娘の世話をしながらだったので、
あっという間に制限時間が来てしまいました。夫と二人で行くと、夫は30分くらいで帰ろうとするので、そこまで量は食べられませんでした。そっか、目の前から食べ物がない状態になればいいのか。そうですね。目の前に食べ物がなければ大丈夫なんです。夫が作り置きしたものは全部食べちゃうし、お菓子とかもあればあるだけ食べちゃいます。その度に夫に注意をされました。一応気をつけてはいるんですけどね。夫は作り置きも私が食べてしまうので、作り置きはしなくなりました。なので、冷蔵庫にはその日の分の食事だけになりました。まさか、一致が食い尽くし系旦那ならぬ、食い尽くし系妻だったとは。家計が崩壊するレベルでしょ？相当イカれてるな。娘さんにも悪影響を及ぼしそう。あ、娘には過去に2回怒られました。一度目は娘の小学校の運動会の時です。家族で食べるお弁当を前の夜中に食べてしまったんです。夫が前の日の夕方からお弁当を仕込んでいて、朝は詰めるだけの状態にするためにタッパーに入れていたんです。それを私が夜中の韓流ドラマ鑑賞のお供にしてしまったんです。娘の大好物とかが入っていたので、泣いて怒られました。結局、私のお小遣いからお弁当を買う羽目になってしまったんです。娘には1週間口を聞いてもらえませんでした。おもちゃを買って許してもらいましたけど。でも、夫も悪いんですよ。私はその時、夫から冷蔵庫のタッパーのものを自分で温めて食べることって言われていたんです。だから、お弁当のおかずをタッパーに入れた夫が悪いと思います。お弁当のおかずだから、明らかに違いがわかるでしょ。娘さんかわいそうに。2回目はどんな感じ？娘が買ったバレンタインのチョコを食べてしまったんです。冷蔵庫に入っていたので。うわ、それはちょっとエグい。でも、私の言い分も聞いてください。その時の我が家の冷蔵庫ルールは、自分のものには名前を書いておくだったんです。でもそのチョコレートには知らない男の子の名前は書いてあっただけで、私たちの名前は書いてありませんでした。だから娘のものでも夫のものでもないでしょ？だから私が食べてもいいってことですよね？なぜそうなる？名前書いてあるじゃん。その男の子にあげるために娘ちゃんが用意したんでしょ？あ、そういうことなんですね。我が家にいない人の名前だから誰が食べてもいいのかと思ってました。娘には今までにないくらいに怒られました。去年の話なんですけどね。夫にもすごく呆れられました。娘はその時には大学に合格していたんですけど、家から通うか寮に入るか迷っていました。でももうママと暮らしたくないって言って、寮に入ることを決めてしまいました。まだその時のことを根に持っているようで、たまにランチに誘っても、ママ、私が食べるのが遅いからって私の分も食べちゃうから嫌って断られます。いやー、娘ちゃんが一気に似なくてよかったよ。夫はその時のことがきっかけで、さらに厳しくなり、冷蔵庫を開けるようになりました。私が触っていい冷蔵庫はリビングの冷蔵庫だけ。夫は食べられたくないものは書斎の冷蔵庫に入れるようになりました。旦那さんも大変だね。制御の効かない妻を持つと。それで今回の事件は、勝手に書斎に入って、大事なブルーチーズを食べたと。悪質極まりない。私、そんなに悪いことしました？たかがチーズですよ。今ならちょっと大きいスーパーならいろんな種類がありますよね。まだ上司の人が家に来るまで日数あるんだし、また買えばいいじゃない。私のお小遣いから出していいからって言ったら、なんでそんなに上から目線なんだ、だったら全く同じものを買ってきてよ、って言われたので近所のカフェに来ています。たかがチーズくらいでそこまで怒らなくてもって思いません。たかがチーズかもしれないけど、今までの積み重ねなんだろうよ。旦那さんだけでなく、娘さんにも配慮が足りない。自分勝手すぎるよ。だって仕方がないじゃないですか。そこに食べ物があれば食べちゃいますよ。私だって、料理以外の家事は全部やっています。だから私にだって食べる権利があります。一致の食べ方に遠慮がないんだよ。一致が好きなように食べたら破産するよ。とりあえず、一致が食べたっていう貴重なチーズを探しなよ。そしたら旦那さん許してくれるんじゃない？ま、そんな貴重なチーズは手に入らないと思うけど。チーズを買えばいいんですね。お安い御用です。チーズを買って、夫を黙らせます。それでギャフンって言わせてやります。じゃあ、今からブルーチーズを買いに行ってきます。また後で戻ってきますね。こうしてイッチはブルーチーズを買うためにこのスレを一旦去りました。果たしてあの貴重なブルーチーズを手に入れることができたのでしょうか。続きをどうぞ。皆さん、お久しぶりです。夫のブルーチーズを食べたイッチです。お帰りイッチ。随分遅かったね。やっぱり、日本には旦那さんが用意したブルーチーズなかったでしょ。
海外から取り寄せた？結局、夫の望むブルーチーズは見つかりませんでした。スーパーで適当にブルーチーズを買って帰ったら、また怒っちゃいました。もう私も我慢の限界で、逆切れしました。ブルーチーズぐらいでうるさい、出ていくからって言って家を出てやりました。それから今に至る3ヶ月間、夫と別居してます。そんな展開になっていたんだ。イッチは今どこにいるの？両親は遠くに住んでいるんですけど、厳しい考えの人たちなので、頼ることもできないし、別居していることも伝えていません。頼れるのは、年の離れた弟だけです。弟は28歳のバツイチで、一人暮らししています。弟に事情を話したら、飯を作ってくれて、生活費も入れてくれるならいいよってことで済まわせてもらってます。生活費を入れないといけないので、パートを始めました。でもその弟との生活がストレスだらけなんです。聞いてください。イッチでもストレス感じるんだ。いいよ、話してみ。弟が、何でもかんでも食べ尽くしてしまうんです。え？それって、私がせっかく作った料理を全部食べてしまうんです。お弁当用の作り置きも全部。私が自分のパート代で買ったお菓子もあっという間に食べてしまうんですよ。最低じゃないですか？怒ってもそんなん知るか。って、さらに怒るとうるさい、文句あるなら出ていけいそうろうですって。母に聞いたら、弟の離婚理由は何でもかんでも食べ尽くしてしまい、奥さんが切れたからだそうです。本当に人がせっかく計算して作ったものを食べるなんて最低ですよね。でも、この前、仕返しに弟が買ってきたプリンを食べたら尋常じゃないくらい怒られました。とても怖かったです。世の中にこんなに食い意地が張っている人がいるんですね。しかも身内に。恥ずかしすぎます。特大ブーメラン、全部イッチのことだから。旦那さんの気持ちがようやくわかった？全部イッチがしてきたことだよ。え？私ってそこまでひどくないですから、弟はもっとたちが悪いです。家事も一切しないんですもん。弟は月に5万しか入れないならやって当然。なんて言うんですよ。私はちゃんと料理以外の家事はしてました。一緒にしないでください。もうこんな生活嫌です。でも夫はまだ怒っているみたいで。旦那さんのいる家に帰ったら？めちゃくちゃ謝ったら許してもらえるかも。そう思って、実は昨日、自宅に戻ったんです。でも知らない人が住んでいました。夫に連絡したら、私がいなくなった家は、一人では広すぎるから、人に貸したって言うんです。しかも私の荷物は実家に送ったって、両親に別居のことがバレちゃいます。夫は先日会社を辞めて、独立に向けて本格始動したそうです。そんな大事なことを私に報告しないで、ひどい。旦那さんはもう一致のいない人生を視野に入れて動き出しているんだね。夫は今はウィークリーマンションを借りて、独立準備をしているそうです。もう夫には私は必要ないってことですよね。だから、娘と暮らそうって思って連絡しました。でも娘は学生生活を満喫していて、私とは暮らしたくないって言われてしまいました。でも、娘の SNS を見ると、夫と二人でランチしているんです。私だけの獣。こんなのってない？専用主婦で家のことを守ってきたのに。イッチがしたことは、家の中の食材を食いつぶすことだけ。これを機にイッチも自立し一人で生きていけ。そんなの無理です。私の少ない給料では食費で消えてしまいます。皆さんよく、一人暮らしできますよね？霞でも食べているんですか？さっきからずっと両親からの着信が鳴りやみません。もうどうしたらいいのでしょう。両親に全てを話して楽になれ。弟も離婚したんだ。だから今さら驚くまい。それにしても兄弟して食い尽くし系とかどうなってんの？思い返せば、よく弟と食べ物を取り合っていたかもしれません。つまり、そういう風に育てた親に責任があるんですよね。なんか気が楽になってきました。もうここまで来たら、両親に責任取って面倒見てもらいます。38にして、親のすねをかじるんだ。情けない。旦那さん離れて正解。娘ちゃんもイッチと距離を取って正解。娘ちゃんがまっすぐに育ちますように、人の食べ物を横取りしない優しい子に。激しく同意。スレミンが再び呆れたのを最後に、このスレが更新されることはありませんでした。最近よく聞く食い尽くし夫。まさか報告者が食い尽くし系だとは思いませんでしたね。皆さんは今回の報告者についてどう思われましたか？ぜひコメント欄でご意見お願いします。2本目は、アイドルを待ち受けにする男がいたんですよ、と嘆くイッチのお話です。それではご覧ください。視聴者の皆様、こんにちは。今回は婚活でマッチングアプリを使ってみたら、相手がアイドルの写真を待ち受けにしてた、と嘆くイッチのお話です。
それでは早速、ご覧ください。突然なんですけど、私の話を聞いてください。私は今婚活にとても苦戦してるんです。一体何かあったのか？婚活って結婚相手を探すものだけど、何か大きなトラブルにでも巻き込まれたのか？世間にはいろんな人がいるからね。一回くらいそういう目に遭うこともあるよな。何か心当たりはないか？訴えるって、相当だよね。もし何かの勘違いでそう言われたんだとしたら、精神的にも追い込まれる言葉だから許せないな。嫌な思いをさせられたとかではまだないんです。ただ、なかなか理想の相手に出会うことができなくて、嫌な人ではないけど、個性的な人しかいないんですよ。まあ人間誰でも個性はあるからな。それが一致の許せない範囲だったのか？そうなんです。思えば学生時代からでした。出会いはたくさんありましたよ。サークルやバイトもたくさんしていたので。でもピンとくる人が本当に一人もいなくて。理想の男性がいなかったってことね。お付き合いしたりもなかったの？一回もなかったですね。告白されたことは山のようにありましたが、付き合いたい人が全然いなくて。イッチはモテモテだったんだな。こっちからすると贅沢な悩みに聞こえるけど。そうね、私もそれくらいモテてみたかったわ。イッチはすごいのね。全然すごくないですよ。この年になって学生時代の友達は当時からの彼氏と結婚、私に告白してきた男たちもすでに結婚したと聞きました。なんであんな人たちが結婚できて私が未だに残るのか、世の中理不尽すぎると思いません。結婚のタイミングは人それぞれだからな。本人同士がいいならいいんじゃないか？確かに外野が口を出すことではないな。なんでそんなに綺麗事しか言わないんですか？あの男たちを選んだ同級生たちも見る目がないなと、まず最初に思いましたよ。私にふさわしいのはもっとレベルの高い人だし、まだ出会ってないだけだと自分に言い聞かせて。でも社会人になってからの出会いって本当になくて、元から友達も少ないし紹介とかもなくて、どうしようか悩みまくってました。そして学生時代に自然に出会えた同級生たちが、少しだけ羨ましくなったんです。でも同級生の結婚式の写真を見返すと、私はとあることに気づいたのです。何に気づいたんだ？なんか少し嫌な予感がするわね。一体どうしたの？同級生たちの旦那はやはり私の認める完璧じゃない。彼女たちは妥協して結婚したことに気づいたんです。妥協しただって？絶対そんなことはないと思うけどな。だって私からしたら、少しも魅力的に思えないし、とてもじゃないけど結婚したくないし、見た目も好みじゃありません。それは一致の好みだろ？彼女たちからしたらいいと思ったから、結婚したんじゃないのか？そうよ、一致がその人と結婚するわけじゃない式にする必要ないわよ。人のことは気にせず、自分のペースで行きましょう。でも本当に妥協してるとしか思えなくて、あんなのと結婚したくせに会うとみんな旦那の自慢ばかり。少しは独身の私に気を使ってもらいたい。私は彼女たちにそう言いました。ついに痺れを切らせたんです。それで反応はどうだったんだ？その場では謝ってくれましたよ。でもそれ以来集まりに呼ばれなくなり、私以外で遊んでいるようです。ただ自慢するために私を呼んでいたのかと思うと、とても腹立たしいですよね。決して自慢したかったわけではないと思うよ。日常会話として特に一致のことなんて意識してなかったと思うんだけどな。いいえ、あれは絶対私を意識していました。独身は私だけだったし自慢しようとでもみんなで話していたんでしょう。私、もともと友達が少なかったんですが、今回の件でだいぶいなくなりましたね。でもあんなしょぼい男としか結婚できないような、哀れな集団とは縁が切れてよかったです。一致はだいぶ被害者意識が強いな。彼女たちが気にしていたのは、一致の態度や言い方なんじゃないか？私もそう思うわ。一致の言い方はきついもの。皆さん言いたい放題ですね。そんなに私を陥れたいんですか？そんなつもりはないよ。ただ間違っていることを訂正しただけだ。私が間違っているんですか？どう考えてもおかしいのはいい年して仲間外れをする、あの女たちでしょ。結婚してないからって、そんなにムキになってもいいことないぞ。同じ意見だ。一致も結婚したら彼女たちの気持ちが理解できるんじゃないか。結婚できたらとっくにしてますよ。私が結婚できないこの現実が本当に信じられないです。一致は理想の男性とかいないのか？もちろんいますよ。高収入で優しくてかっこいい人ですね。あと専用主婦でも許してくれる人。理想が高いな。今の時代じゃ厳しいんじゃないか？絶対いますよ。日本は広いんだから全員が働いてほしいと思ってたらそれこそ怖くないですか？
一致はそういうところだけポジティブなのね。確かに日本中探せばいるとは思うけど。あとはその人が一致を気に入ってくれるかだよな。気に入るに決まってるじゃないですか。私は世界で一番いいお嫁さんになるから。友達を見捨てるような女たちは、早く離婚すればいいんだわ。数年後が楽しみね。人の不幸ばかり願ってると、自分がうまくいかなくなるぞ。そんなのわかってますよ。だから私一大決心をしたんです。おお、何を決心したんだ？それはマッチングアプリを使うこと。思い切ってインストールしてみました。今使い始めてちょうど1週間ってところです。ついにアプリに手を出したか。マッチングアプリは今流行ってるらしいもんな。自然に出会えなくても相手の趣味もプロフィールを見れば知ることができるし、気の合う人にも出会えそうね。一致は自然な出会いを望んでそうだけど、どうして入れようと思ったんだ？最初はもちろん抵抗がありましたよ。アプリなんて負け組が使うものだとずっと思っていましたから。でも友達たちからあのような仕打ちを受けて、改めて私を思ったんです。私も妥協しないと幸せにはなれないのだと。やっぱり結局一致も妥協するのか。そんな呆れたように言わないでくださいよ。私だって妥協したくないけど、あいつらに勝つ方法はそれしか考えられなくて。そんなに対抗意識だけ燃やしても、結婚は今だけのことじゃないんだぞ。冷静に考えろよ。私は至って冷静ですよ。32歳までずっと考えて出た結論なんですから。私の長年の研究に間違いはありません。そんな研究結果が出てたんだな。まあ一致に幸せが訪れるように祈ってるぜ。私も一致に運命の相手が現れるように祈ってるわ。それでアプリの方はどうなの？誰かいい人はいたのかしら？はっきり言ってピンとくる人はいません。かっこいい人なんて誰もいないし、売れ残る理由がよくわかりますね。そういう一致もアプリを使ってるけど、向こうからしたら売れ残りだと思われてるかも。人のことを言わない方がいいぞ。私は事実を述べているだけですよ。アプリにいるのはまるで友達の旦那のよう。みんなもここで見つけたのかと思いました。でもかっこよくなくても長年生活をしたら顔も飽きるだろう。だからギリギリ許せる人を選びました。でもこれでも自分の中では納得してません。心のどこかでハイスペックを求めているそんな自分がまだいます。リッチなイケメンと結婚して SNS に載せて自慢して悔しがる友達の顔みたいです。おいおい、旦那は承認欲求の材料じゃないぞ。それにまだ友達の SNS 見てるのか。だっていつか私が結婚した時に、見せつけてやりたいですもん。向こうが外さない限りは外しません。なんてひどい理由だろう。だんだん友達がかわいそうになってきたな。何か言いました？友達って言っても全然会ってないからもう他人同然ですけど。相手も外さないあたり女の闇を感じるな。そこが意地悪いんですよね。私の近況を見ていたいんでしょう。それより聞いてください。どうしたのよ急に。何かあった？実は諦めかけていたアプリで結構タイプな人と繋がったんですよ。全員かっこよくないとか散々言ってたのに、やっぱり探せばいるじゃないか。よかったな。アプリも捨てたもんじゃないですね。マッチングした時は飛び跳ねるほど嬉しかったです。総合的に見たら完璧ではないけど。まだ何か不安なところがあるの？趣味が全く書いてないのと、年収が心配なんです。趣味ってやっぱり大事じゃないですか。確かに自分と好きなものが一緒だと嬉しいし、逆に嫌なものもあるよな。そうなんですよ。私は好き嫌いが激しい方なので、彼の趣味が私に合うか心配で。でもまず会わないと何も始まらないと思い、会ってみることにしたんです。まあ顔は友達の旦那よりは良かったので。やっぱり顔は重要なんだな。当たり前です。これから毎日見る顔ですよ。それで相手の男性はどうだったんだ？第一印象はとても良かったです。笑顔も爽やかで顔も写真より良かったです。まずはカフェでお話しすることにしました。私はこの日のために頑張ったんです。このカフェも私が見つけたもの。彼もとても喜んでくれました。それは良かったな。とりあえず最初は成功したんじゃないか？私たちはカフェに入ると、最初はお互いぎこちなかったです。初対面はやっぱり緊張しますね。でも元から私はおしゃべりなのですぐに慣れましたよ。一致はペラペラ話しているのが、とても想像できるな。相手の男性は引いてなかったか？なんか失礼な言い方ですね。彼とはお話がとても弾みましたよ。それは良かったわね。どんなお話をしたの？最初はお互いの出身地や幼い頃の話、それから仕事の話ですね。彼はなんと大手企業の社員なんですよ。私が求めていたハイスペックの男性、やはり友達から辛い仕打ちを受けたのは、彼に会うための試練だったのだと思います。
そんな風に言ってるけど、まだ出会って間もないんだろ？いや私と彼は運命ですよ。本当にアプリをやっていてよかった。SNS に載せるのが楽しみよ。私と彼の結婚報告が載るのは、もう明日だったりして。まだ気が早いんじゃない？さすがに相手の気持ちも考えないと。彼も私に興味を示してくれていますよ。ずっと私の話を聞いてくれますもの。こんなに聞き上手な人はいません。気づいたら私は彼に夢中で、恋なんて久しくしてなかったけどときめきましたね。まるで学生の時のような気分です。まだ私も心が若いんだなと思います。彼にはまず彼氏になってもらわないと。彼氏だなんて、気が早いんじゃない？もちろん今すぐじゃないですよ。だんだん落としていくんです。一気の恋愛大作戦ですね。なんかどこかの少女漫画にありそうだな。それであとは何を話したんだ？すごい盛り上がったみたいだけど、その後進展はあったのかしら？ありましたよ。この後私はとんでもない事実を知るんです。なんだなんだ。すごい嫌な予感がするけど、友達のことを話していた時みたいな。本当に私の人生ってうまくいかないんだと、ショックを受けましたよ。でも今回は悪いのは大方向こうなんですが。相手の男性が何かやらかしたのか？そう落ち込むなって、他にいい出会いを探したらいいさ。私はもう32歳ですよ。周りで出会いもない今、彼だけが望みでしたが、それなのにあいつは期待を裏切った、どうしようもない奴です。さっきまで褒めていたのが嘘かのようだな。だからそんなに早まらない方がいいと、あんなに忠告しただろう。余計なお世話ですよ。詐欺なのは彼の方ですから。私たちがカフェでお話ししていた時に、ふと彼のスマホの待ち受けが見えたんです。それがなんと若い女性アイドルで。彼はアイドルが好きなのね。待ち受けにしてるってことは相当好きなんじゃない？そんなこと言わないでくださいよ。アイドルが好きならなんで婚活をしてるのか、私にはさっぱり意味がわかりません。それにわざわざ私に見えるように。それは恋愛対象とかじゃなくて、ただの推しだと思う。芸能人なんだから付き合えるわけでもないし、気にしすぎだと思うけど。私は一瞬で彼が嫌いになりました。趣味がアイドルならどうしてプロフィールに書いていなかったのでしょうか。きっと後ろめたかったからでしょう。さすがにそこまでは考えてないと思うけどな。またエッチの考えすぎじゃないか？あれは彼からの嫌がらせですよ。私は女性アイドルが好きな男性が、この世で一番無理なんです。あんなぶりっ子たちのどこがいいのか。エッチだってイケメンアイドル好きだろ？それと同じなんじゃないのか？いいえ違います。女性が男性を推す分にはいいですけど、男性が若い女を推してるなんて下心しか感じませんよ。言われようが散々だな。まさか本人に直接言ったりしてないよな？もちろん言いましたよ。しかもデートを台無しにしたとも、せっかく付き合えるかと思ったのに、今回の件で一気に台無しですから。彼はなんて言ってたんだ？趣味は人それぞれだし、初対面の人にそんなこと言うなんてひどいと落切れされましたね。でも私はアイドルの追っかけなんてやめて、彼に正しい道に戻ってほしかった。だってこれからは私という女が、ずっとそばにいるんですよ。若い女にうつつを抜かしている暇は、これからの彼には必要ないということです。だから親切に教えてあげたんです。なんかだんだんヤバいことになってきてるぞ。イッチは大丈夫か？さっきまでは冷静でしたが、怒りがヒートアップしてきました。もう彼を許すことはできません。あれ？さっきまで、私という女がいるから、とか言ってなかったっけ？やっぱり一度でもアイドルに興味を持っていたのが許せなくなったんです。それにこんな奴だって知らなければデートなんかしなかったし、私も時間を無駄にしなくて済んだのに、カフェを探したのだって私だし、この日のために色々準備したのに。でもそれは一気の自己満足だろ？相手はそんなに気にしていないと思うぜ。私の方があのアイドルよりも可愛いし美しいのに。あんな20歳になったばかりのチンチクリンとは、重ねてきた時間が違うんです。決してやきもちではないですよ。どう考えてもやきもちだろ。30代にもなって見苦しいぞ。彼もかわいそうだな。なんであんな詐欺師の味方をするんですか？あなたたちの神経もおかしいですよ。世の男性は見る目がないですね。思えば私の友達も大した美人はいなかったし、微妙な人同士がくっつくのが世の常なのかもしれません。私ようやくわかった気がします。また友達の話か。やっぱり内心羨ましかったんだろ？それはそうですよ。学生時代はあいつらは彼氏なんていなかったし、私が一番結婚が早いんじゃないかと、ずっと言われてきたんです。それなのにみんな平気で私を裏切って。
マッチングした男はアイドル好き。私が何をしたって言うんですか？理不尽すぎません。何でも一致の都合に合わせてくれるような人間は、簡単にはいないと思うぜ。みんな個人の気持ちや感情があるんだし、そんなに付き合って結婚したかったら、ロボットでも作ったら？何でも言うこと聞いてくれると思うし。人をバカにするのもいい加減にしてください。ロボットなんかと結婚したって、人にバカにされるだけでしょ。私は人間の男性と付き合って結婚したいんです。これだけは譲れません。あとアイドル好きじゃない人ですね。本当にアイドル好きじゃないってのが、絶対に譲れないポイントなんだな。一致の嫌がりようを見ていると、ものすごく伝わってくるぜ。当たり前ですよ。アイドル好きよりかはまだ低収入の方が許せますね。私の一番の地雷かもしれないです。今まで理想は高かったですが、今回のことでようやく自分の理想がはっきりとわかりましたね。でもアイドル好き男をここで許すわけにはいきません。私は最後の手段に出ることにしました。何するつもりだ？これ以上は揉めたりしてないよな？私を怒らせたことが許せないだけです。カフェでそれから私たちは数時間にわたって口論を続けました。相手の男性も自分が悪いはずなのに、私にずっと怒ってきて、もうデートどころではありません。そりゃあ初対面の女性に趣味を否定されたら嫌になるだろうよ。相手の気持ちも考えようぜ。悪いのは一致だと思うわ。相手はただ一致とのデートをとても楽しみにしてたと思うの。それを台無しにしたのは一致だわ。私はただ、スマホの待ち受けをくだらないアイドルにする無礼さを、正しく教えてあげただけです。私は悪くありません。怒りが頂点に達した私は、相手のスマホを取り上げてアイドルの画像を消しました。いい気味です。最初は抵抗していましたが、鏡代わりに貸してと頼むとあっさり渡してくれましたよ。騙されやすい男ですね。いつかあのアイドルのような若さと顔しか取り柄のない女に騙されればいいと思います。それはやっちゃいけないことだろ。相手もカンカンだったんじゃないのか？なんてことをしたんだよ。本当にありえない。自分の好きな画像を勝手に消されたらどんな気持ちになる？私は変な画像なんかないから、消されることはありませんよ。ご心配なく。相手には逆ギレされましたね。それにあんな変な趣味はないですからアイドルなんていなくなれば女性の婚活もスムーズに進むのに。それにアイドルが好きなら結婚する必要ないですよね。相手の女性にも失礼だし、舐めてますよね。一致のことを舐めてたわけではないと思うぞ。単なる趣味なんだって。何回言ってもわからないやつだな。私に逆ギレしようなんて100年早いんです。今回のことは完全に相手が悪いのに、私のせいにするなんて。それに男性にも私のせいで今日は最悪だと面と向かって言われたんですよ。それはこちらのセリフだわと私は怒鳴り返してやりました。なんかだんだん修羅場になってきたぞ。カフェで口論を続けた私たちはとうとう、店員に注意されることになりました。私はすぐ相手から喧嘩を売ってきたと訴えたんです。それで店の人は何か言ってたのか？他のお客様の迷惑になるからと、二人とも店から追い出されたんです。私まで追い出されて、もう二度と来ないと思いました。それは確実に追い出されるだろうな。それから先はどうしたんだ？男性は私にはもう会うことはないし、今回のことはアプリの運営にしっかり報告すると脅してきたんです。彼がしてることは脅しですよね。私も同じように通報すると宣言します。彼からはこんなひどい人は初めてだと言われ、私は猛烈に腹が立ちました。私は最後にアイドルなんか追いかけてる限り、あなたは結婚できないでしょうね。と言い捨ててやったんです。こうして男性とはさよならも言わずに別れ、言いたいことを言えた私はすっきりしました。でもその後問題が起きたんです。最後までやばい話だな。まだ何かあったのか？それがアプリが使えなくなったんです。おそらく男性が通報したんでしょう。報告しても運営は対処しないと思ったから、私はびっくりしました。強制退会させられたってことね。それにアプリが使えなくなりまた出会いの数が大幅に減ってしまったんです。出会えたとしてもあの男性よりパッとしない人ばかり。やはりアイドル好きでも我慢すべきだったのかなと。今さら後悔してもあの男性は一致を許さないと思うぜ。後の祭りってやつだな。そうよ、元はといえば一致が切れたのが良くなかったと思うわ。もういいですよ。私はまた自分の理想の相手を探すことにしますから。一致はそう言うと怒ってスレを出ていきました。皆さんは今回の報告者についてどう思いますか？ぜひコメント欄で教えてくださいね。